ミッフィーは音楽が大好き。今、笛を習っています。上手ね、ミッフィー。そうね、お友達と一緒ならもっと素敵よ。お母さん、アギーがいるわ。アコーディオンが弾けるの。そうだわ。ポピーさんはベースがとってもお上手よ。お電話してお呼びしましょう。電話に出たポピーさんは、もちろん伺うわよ。一緒に演奏できるなんて嬉しいわ。いとこのグランティを連れてってもいい？ピアノが弾けるの。するとお母さんはちょっと困って、どうしましょう。うちにはピアノがないの。でもグランティを連れてきてね。何か考えておくわ。まもなくアニーがやってきました。二人で一緒に演奏です。ポピーさんとグランティはなかなかやってきません。大きなベースを持って丘を登るのは大変。やっとたどり着きました。そしてミッフィーとアニーとポピーさんは3人で一緒に演奏を始めました。みんなとても楽しそう。でも何も弾かないグランティは面白くありません。そこでミッフィーは、そうだ、おもちゃのピアノならあるわ。グランティ弾いてみない？あなたならきっと上手に弾けるわ。これでみんな一緒に楽しめます。なんて素敵な音なんでしょう。ある雨の日のことです。お母さん、今日は何しよう。外でお友達と遊べないし。だったらお母さんのお手伝いをしてくれない？そこでミッフィーはお皿洗いや床磨きのお手伝いをしました。ミッフィー、ご苦労様。窓から外を見るとまだ雨が降っています。お母さん、
他にお手伝いすることない？お手伝いはもういいわ。クレヨンでお絵描きしたら？とお母さんに言われたミッフィーは、そうだ、お絵描きしよう。ミッフィーはお庭を描きました。青い空にお日様がキラキラ。でも外は雨がザーザー降っています。青いお空もお日様も見えません。どうしようかな。お母さん、何かすることない？お皿洗いをして、床磨きをして、お絵描きして。ミッフィーの好きな絵本を読んだら？そうね、絵本を読もう。本にはお日様と眩しい海の絵が描かれています。また窓の外を見ました。まだ雨が降っています。お母さんがやってきて、ミッフィー、音楽でも聴いたら？楽しいわよ。そこで明るい南の国の音楽を聴きました。やがて冷たい雨は雪に変わりました。どん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 積もっていきます。ミッフィー、ミッフィー、外を見てごらんなさい。とっても綺麗よ。変ね、雨なのにどうして綺麗なの？ミッフィーは窓の外を見てびっくり。あたり一面雪で真っ白。空は真っ青。わあ、綺麗。ミッフィーはマフラーとコートを着て外に走っていきました。お友達と楽しい雪遊びをするために。ドアをカリカリする音が聞こえました。何かしら。ドアを開けるとかわいい茶色のワンちゃんがいました。ワンちゃんは嬉しそうに尻尾を振っています。お名前は？ミッフィーが聞くとワンちゃんは、ミッフィーは笑いながら、お名前はスナッフィーね。お水飲みたい？今日は暑いから喉がカラカラじゃない？ミッフィーは台所に行って、冷たいお水を用意しました。スナッフィーは嬉しそうにお水をごくごく。ねえ、お庭で一緒に遊ばない？お庭に行きました。何かできる？
お座りは？スナッフィーはお座りしました。チンチンしてみて。ちゃんとできました。ゴロンゴロンは？スナッフィーはゴロンゴロン。他にどんなことができるの？すると突然耳をピンと立てて家の周りを走り始めました。ねえスナッフィー、どうしたの？スナッフィーは台所をのぞきながら吠えています。ミッフィーも走っていって台所をのぞいてみました。台所の水道の水が流れっぱなしです。なんてお利口なワンちゃんなんでしょう。あなたにお水をあげた後、私お水を出しっぱなしにしちゃったのね。ミッフィーは慌てて台所に行き水道を止めました。スナッフィーは本当にお利口さんね。もうお腹ペコペコでしょ。ビスケットあげるわね。小さな尻尾をくるくる。うちに来てくれて本当によかった。これからはいつでも遊びましょう。スナッフィーは嬉しそうに吠えました。うん、よろしくって答えたんですね。ある日、ボリスはせっせと丸太を運んで、ノコギリを引いて板を作っていました。そこへミッフィーがやってきました。あら、ボリス、何をしてるの？やあ、ミッフィー、丸太で板を作ってるんだ。板を作ってどうするの？板でいろんなものを作るんだ。見せてあげるね。ボリスは早速ミッフィーを家に連れて行くことにしました。見て、このテーブルも板で作ったんだよ。この椅子もそうなんだ。この家の壁も板で作ったのさ。板があれば何でもできちゃうんだよ。来てごらん。ボリスはミッフィーを台のところに連れて行きました。今ミッフィーにあげるプレゼントを作ってるんだ。なんだかわかる？ボリスは板を台の上にきちんと並べました。テーブルかしら？ブー、違うよ。ボリスは2枚の板を両端に立てました。わかった、ベンチじゃない？ブッブー。ボリスはもう2枚の板を両端に立てました。わかった、箱でしょ。蓋を作ってかぶせるの。ブッブー、違うよ、箱じゃないよ。それからボリスは周りに釘を打って板を止めました。
そして丸太を持ってきて、ノコギリで4枚切り取りました。ボリスはそれを両端にくっつけました。さあミッフィー、わかっただろう。わかった。小さな車ね。ピンポン、あったり、車だよ。かっこいいだろう。もうすぐ出来上がるからね。ミッフィーは飛び上がって喜びました。なんて素敵な車なの。本当にありがとう、ボリス。さあミッフィー、車に乗って。僕が引っ張ってお家まで連れてってあげる。ミッフィーがそーっと車に乗り込むと、車はカラカラと走り出しました。二人は大喜び。ある晴れた朝のこと、ミッフィーは、そうだ、アリスおばさんのお家に行こう。お母さん、アリスおばさんのお家に行ってもいい？それなら、お土産を持って行って。ミッフィーは考えました。お土産は何がいいかしら。窓から庭を見ると、きれいなお花が咲いています。お母さん、お庭の花を持って行ってもいい？ええ、いいわよ。ミッフィーはきれいな青いお花と、黄色いお花と、赤いお花を摘みました。このお花を差し上げたら、アリスおばさんきっと喜んでくれるわ。通りがかりにポピーさんのお家がありました。あら、ミッフィー、綺麗なお花ね。アリスおばさんに届けるところなの。あら、大変、大丈夫？わあ、お花が潰れちゃった。お土産がないとアリスおばさんのお家に行けないわ。それなら代わりに、うちで採れた人参を持って行ったら。アリスおばさんは人参が大好きよ。ポピーさん、ありがとう。ミッフィーとはお友達でしょ。助け合わなくっちゃ。ポピーさんはミッフィーを畑に連れて行き、おいしそうな人参を取ってくれました。ポピーさん、本当にありがとう。アリスおばさんの家に着くと、ミッフィーは早速人参を渡しました。アリスおばさんは大喜び。ミッフィーはポピーさんのことを話しました。
友達がいてミッフィーは幸せね。お友達って何より大切よ。それに美味しいビスケットもあるし、本当に幸せなミッフィー。お皿の上には焼きたてのビスケットが3枚。アリスおばさんもいいお友達ね。